何がこれレンズが11、16ミリなんですよ、ここが、うん、なんでこう手で持ってもこの顔が分かります？うーん、めっちゃ広いっていう。携帯だとなんかこんなじゃないですか、たまにもう顔画面の半分が顔みたいな人いるじゃないですか。でもこれもうこう持っただけで、すげえ。これはいいって。これはマイクです。やば、もうこれでめっちゃいいやん。いいっすよね。でも重いんすよ。あ、確かに。あー、行く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 。今日から新しい企画をやっていこうと思います。それがいや、カレンダー企画 in 台湾。いや、私たちは今どこに立っているでしょうか。やる、うん、やろう。やる、いや、いらん。いや、いるだろ。いるだろ。あそこら辺にさ、スクリーンパッドさ、あの銅像的な感じ。いい場所見つかりました。どこ？見えねー。あの後ろの2人の先輩は YouTube してて、あのなんか新しい企画でなんだっけ、イッテ Q のあのカレンダー企画するそうで、今なんかオープニング撮ってます。この人、この人ともう一人がここにいる、ここ、この辺り、これ。ということで、今、新店の方に来てます。新店か。新店駅。オープニング撮影中です。これは間違ってんな。これ、ウーライに行くのか、台北チャーシュに行くのか分かんないです。けど、とりあえず乗ってみます。行ってみて。おっぱ。あったのはアホじゃない。降りてきていいよ、飛んできていいよ。降りれるんですかね。どこで温泉入るの？温泉ついていこう。そうですね、間違いないですね。日本って言ったんですか？そうです、日本人です。来台湾。来台湾。あれ、俺の隣に座ってた人、あの人ですか？うん。ああ、めっちゃ喋ってた。どうする？今から。どうしましょうか。どうしようかな。ロチロしよう、ロチロ。ロチロしましょう。おい。かなぁ。おぶねぇ、もう。違う。いや、これはやめろ。来たじゃん。もうちょっと我慢しろよ。今、ウーライに着きました。ウーライというか、あの、駅のところね。に着いて、今こんな感じでーす。で、今からあの温泉に行きます。温泉っていうのが多分だけど、こういう川のところが多分あったかくなってるところだと思うんで、今からそちらに向かいたいと思います。お、なんか微妙だった。もう決まってますよ。決まってますよ、もうこの人っすよ。なんか温泉街っぽさありますね。1万再生、10万再生なんとかって言うとそれじゃ俺がね、あ、何だっけ、やられたぜ、そう、やられたぜみたいなったらそれから心配してくれ。慶三さんが、慶三さんどうにかして降りますよ、これは。降りれる？どうにかして、もうそれでもじゃあ、花だけ上で見とくね。うん。ちょっと水着持ってきました？持ってきてないよ。持ってきてないの？持ってきてない、持ってきてない。入ろう、入ろう。え、降りれそう。もう絶対降りるよ。今からあそこに行って、今湯気上がってるところまで行って、ちょっと入ってこようと思います。温泉。ここ自体が、ウーライっていうところが温泉街で。アホが。透明でーす。反射して何も見えない。あそこ行きたい。レッツゴー。ほら、見てほら、分かってきたじゃん。見てほしいじゃん。もういけるいける、あ、それも絶対いける。ハンチェンたちほんまにああいうとこ入っとって、そうなんですよ、俺そこ、ね、そういうとこ入りたいなって思って今日来てて、ね、うわー残念はがあーやった、どんまー、水泳帽子ならありますよ。楽しみだな。うわ、びっくりした。
おい、マスター入りたかった。あれで言いました言いました。え、これ言ってた雰囲気がもうずーっとついちゃったっけ。なんか疲れ、あの駅からなんか囲いみたいなのはありましたよ今のとこ。はい、マジ湯気なかったっすね。下に降りていきます。え、行ける、行きます。あ、ダメだ。なんで、なんで、そう、入れそうにないです。放水するけん、はい、放水、あの、なんて言うの、放水する時がある。ってことはさ、ここ全部ダメじゃん。そうですね、ワンちゃんこの川全部です。なんか上流で放水する時があるけん、はい、今っていうか、この時期なのか。あの看板ずっとかな、ずっとっぽいっすよね。こっちの川だったり、うわ、俺ら今こう来たじゃん、はい、こっちだった。逆側ですか、行ってみましょう。こっちもほら、うん、そっち行く、行きましょう。よし、ゴー。てか、チートに聞いてみます。あ、それあり。出るかな。リアンポンヨーじゃん、リアンポンヨー。あ、出た。もしもし、ごめん、今大丈夫。この前さ、この前っていうか、まあ、結構前さ、あの、タクトさんとさ、ウーライって温泉入りよったやん。うんうん。それってさ、どの川？え、なんか川に入ってなかった？ここら辺？あ、そう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 、それの入り口、そこ。あ、こういう感じ？うん、それ。え、別、捕まったりせんよね。うん。え、時期いつだった？時期は、去年の7月頭とか、めっちゃ頭ぐらい。7月頭と夏か。事件、どうし。僕呼んでないから、もう次覚えて。事件。事件。あ、あれ？事件。バイバイ。ゴンシー。あ、切られた。切られた。うずら？うずらすか、これ。の。いえ、姿焼きはちょっと三個食わん。何本？一本。今いるところがウーライっていうところなんですけど、ここ自体が温泉街、温泉街みたいな感じで、もうそこら中に温泉があって、あと川とかにも入れるらしくて来たんですけど、ちょっと今回はなんか壁、柵とかしてあって入れないっぽいんで、ちょっと今回は入れないかもしれないで、入れそうなとこがあったらちょっと冷たくても入ろうと思います。やじ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 、全員登録者やじ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 フォークのハーチミーズ。いや、そうなんだっけ。違う、どんなんだっけ。今、先輩が食べてるのがイノシシの串焼き。ガヤいや、イノシシのわーやばい、それイキラもう、至らんことしか言わない。うんうん、ね、美味しいよ。やばい。うん、臭くはないですか。全然臭みない。イノシシの肉食べてます。あのドロッグを乗れるんですか。乗れますよ。やったー。だって一人50元。オッケー。はい、ありがとう。シェシェ。はい。可愛い。可愛い。200元だったけど。200っすか。いらね。こっちもこっち見て。いいかも。よいしょ。いいっすね、ここ穴場。さっきあそこにいて、あそこから入れるらしいんですよ。ちょっと今日は入れないみたいです。今日って、うわ、いい感じのとこ見っけ。すごい、この廃墟感。
どうします？まだ探しますよね、入れるとこ。まだあれせんでいいよ。ポンポンポン。フワちゃんと一緒だ。せーの。一回立って。準備。せーの。逆貴様、逆だ。で、日本語書いてある。幸せなデザート。おいおい、フレームインしてくんだ。まずもう何もかけずに行きますね。そうね。こんな感じ。おお。プルプル。いただきます。アジ薄っ。でもほら、なんかかけるんでしょ。あ、そうですね、うん、これ、ごま…だれ？うわどう、美味しい？まだ食べて変わった。まだ食べ、まだどう？めっちゃうまいです。おお、よかったね。あ、いける？これかけたら美味しいですよ。おお、杏仁豆腐の味はなくなりました。はい、続けて食べていきたいと思います。はい、はい、1個40元なんで、ぜひね、高いな。1個40元こいつ、たびたびフレームにしてきゃ。でも、ギリギリ持ったら強くなる。えぇ、イエーイ、めっちゃうまい。おけっぷした。中には入らない。よいしょ。あ、うみ。すごいな。本当はあっちの方に、上流の方に温泉とかあって、結構湯気とか出てたんですけど、ここ絶対冷たいっすか？あー、マジか。しかもなんかちょっとぬるぬるしてる？そうです、なんか。え、ちょっと触ってみて、なんかぬるぬるしてない？マジで。え、なんかもう。こんな水？え、でも、言うて川の水こんなもんじゃないですか？また石積んでいきますか、向こうまで。ねえ、泳ぎたかった。これ、ここ。ちょっと臭いかなぁ。充電がね、やべえ。手が先触ったとこヌルヌルしてます。触らんならよかった。超臭いよ。僕実は水着入ってきて泳ぐ気満々だったんですけど、行きたいなぁ、行きたかったなぁ。やっぱちょっと臭い、ここ臭い、汚いし。先輩たちは YouTube の撮影します。よろしくお願いします。ということで今日の動画は、先輩たちも YouTube してるんで、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。概要欄にリンク貼っておくので、そこから。何回来た。この人たちがチャンネル持ってるんで登録しといてください。温度差。お前性格いいな。ね、優しい。かわいい。かわいい。バン。それは無理だ。カメ。倒れとる。カメ。かわいい。あ、ごめん、リズ浮気しちゃった。好，一个天王鸡排，一个天王鸡排，点心有需要吗？加起来100块，一片有需要。好，那个另收75元，谢谢。めっちゃうまい、ここの。あ、肉。肉しい。え、これ骨あります？下の方。え、めっちゃ、なんかスパイスめっちゃ効いてますね。多分もうバッテリーなくなっちゃうんで、もう途中で切れるかもしれないですけど、この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今ここにいるのが、ムンガー、ムンガーっていう、後ろのジーパン屋さんです。めっちゃうまい、ここの。